はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は前回のバリガルマンタ戦で、セリス、ティナ、ロックを使わずにできますかっていうコメントがあったので、ちょっと実際にね、やっていこうかなと思います。なので行くパーティーはこちら。で、今回はね、氷属性で攻めていきたいと思ってます。なので、まあ今回のね、キーパーソンはモーグリモグ。で、モーグリモグが割と有能で、氷属性のデバフエリアを展開しつつ、味方に氷属性を付与できる。で、なおかつ、バフもかけることが可能になっていると。非常に強いキャラクターになってます。で、そして装備には、なんとね、モーグリモグは、緑魔法レベル6持ってますので、アビリティにウィークをセットすることが可能になってます。ウィークは、まあ、前回ぐらい、まあ、結構前のアップデで、属性耐性デバフがね、100つくようになりましたんで、これで氷属性デバフを入れていきたいと思ってます。で、エリニエスリング採用して、ケフカと4連のチェーンを組ましていきたいと思ってます。なので、ブリザが使える芝をセットしています。で、アサシンシャドウ。BS 前は僕は特に装備させてません。で、BS 後はガチガチに組んでください。お持ちのトリキラー、アビリティをすべてセットしてください。で、僕はこんな感じ。アビリティ、ブグバ率のトリキラーをマックス。で、装備はこんな感じになっております。そして、アビリティはこんな感じになっております。ちょっとね、敷居が高くなって申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。で、ビジョンカードはアクスターの記憶。続いて、フィガロのエドガー。エドガーは BS 前は装備なしのジャンパー装備になっております。アビリティ、ブグ、ジャンプ、トリキラーはマックスといった感じ。装備はこんな感じ。そして、アビリティはこんな感じになっております。で、ビジョンカードは攻撃力の高いものを採用しております。続いて、ケフカ。ケフカは BS 前を結構ガチガチに組んでいただいて、アビリティ、ブグマックスのトリキラーは漏れるだけといった感じ。そして、装備はこんな感じ。アビリティはこんな感じになっております。ビジョンカードは感情な危険者。で、BS 後も結構大事で、回避はいらない。引き付け 100% で、なおかつ、スーパーリボンセットしてください。ストップ無効だね。引き付け 100% の、ストップ無効をつけていただければと思います。続いて、アサシンシャドウ。BS 前は同じく何もなし。BS 後をガチガチに組んでください。アビリティ、ブグマックスのトリキラーマックスといった感じの装備構成、そして、アビリティ構成になっております。よし、じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょう。バリガルマンダ。まずは開幕氷属性のデバフやってくれますので、モーグリモグで重ね掛けやっていきましょう。雪だるまロンド。氷属性のダウン 25% エリアを展開、そして氷属性を味方全体に付与。で、味方のバフかけて、あとは適当なアビリティを一つ選択。で、アサシンシャドウトリプル使って、刀耐性デバフとチェイングループ2のアビリティ。まあ、コーマデバフは入りますので、コーマデバフ入れていきましょう。で、ケフカはまずは4回コードを使えるように全部破壊打をやっていきます。で、エドガーは最後に飛びますので、ジャンプの準備をやっていきたいと思います。そしたらまずは、アサシンシャドウでどれくらい削れるかなんだけど、まあ、ここに関しては、あんまり期待してないです。本当に。まあ、こんなもんだよねっていうところ。で、そしたら、フィガロジャンプで、ジャンプ、やっていただきたいと思います。まあ、問題はね、まあ、次の、まあ、2ターン目以降かなと思っております。そしたら、次、モーグリモグ、さっき装備させたウィーク、使って氷属性の 100% デバフ入れていきましょう。ケフカは、トリキラーを自身に 150% 付与していきましょう。ケフカのトリキラーは魔法で、単体なので、そこだけ注意してください。で、アサシンシャドウは BS して、裏のアビリティが回数がね、2回しか使えないんですけど、かなりね、攻撃力なものになっておりますので、まあこれはね、駆使して使っていきたいと思いますので、攻撃バフ入れて、攻撃力のアビリティ、チェイングループ2だね、使っていきたいと思います。で、同じくもう1個のアサシンシャドウも、同じパターンでやっていきたいと思います。OK だね。で、僕はいつもだいたいここで、まあ 30% から 35% ぐらい削れたらいいかなと思っております。まあ60、そうね、65とか、こんぐらい7億ぐらいダメージが出てくれば、もう結構上振れ引けたかなといった感じ。で、そしたらラスト、アサシンシャドウもう一回同じことやってもらいますので、リピート。で、エリニエスリングをつけたモグは、芝を装備して、ブリザが4連。ケフカは4回行動の、あ、BS だね。まずは BS 戻して、4回行動のぐんぐんブリザガを4回。これで、まあ、3ターンで倒せるという感じになってますので、早速やっていきましょう。まずは、ブリザガ系。そして、アサシンシャドウたちを押して、300% 到達したら、エドが下ろすと、マジでギリギリなんだけど、倒しきれると
という感じになってます。でティナとセリスと、ロックがいなくても、氷属性で無理くり攻略することはできます。ただ装備の敷居がめちゃくちゃ高くなっちゃうので、その辺はねちょっとお手持ちのものと相談してやっていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。